はい、本日ですね、こちらウールリッチのバッファローチェックのシャツをご紹介していきたいなというふうに思います。ということでですね、ウールリッチといえば元祖のこちらチェックのシャツを編み出したブランドということで有名かなと思うんですけども、買ってきましたよ、こちらですよね。まずね、一回着てみたいなと思うんですけども、正式名称をお伝えしていきましょう。アラスカンウールチェックオーバーシャツというモデルになっておりまして、一応2色展開です。こちらの、レッドのタイプ、レッドブラックのタイプ、赤黒タイプと、あと白黒タイプっていうのがあったんですけども、こちら今回赤黒タイプを購入しております。ちなみにね、後でも言うんだけど、これ実は中綿じゃなくて中にねダウン入ってるんですよ。だから意外とシャツもうこの時期俺ええわと、ちょっともう寒なってきたしダウン着るから俺ええわって思ってる人もね、実はこれってシャツに見えて中ダウン入ってんやったら車の運転なんかちょうどええやんとかね、ちょっと室内おるとかやったらこれでちょうどええやん。僕がよく言ってるアークテリクスのねアトム系のジャケットと用途としては一緒、もう中間着として最高やし、何やったら中間着っていうか、これ一枚で車移動、室内、あとまあショッピング、もうそのあたりも全部網羅できますよと。ただ真冬に外行ったら寒いけどね、まあそういったジャケットになってます。これサイズ何倍やったかな、僕 L サイズで着用しております。最初ね M 来たんですけどね、 M やったらね袖丈めちゃくちゃちょうどいいんやけど、着丈めっちゃ短かったんですよ。で逆に次今これ L じゃないですか、 L にしたらちょっとね袖丈長いんですよ。余ってるんやけども、着丈はねちょうどこれが良かったっていうことでこちらのジャケットにしてみました。でね、このジャケット、こういうタイプってねシャツってボタン邪魔くさいでしょ。これね全部スナップボタンですよ。だからパチ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 できるから結構意外といいんですけどね。これをちゃんとね我らが師匠の木村拓哉先輩と同じような着方をしたいなと思います。はい、とまあこんな感じでね、上だけ締めて、下ちょっと開けてるという、あの伝説の2004年のねドラマプライドでねこんな感じの緑を着ておりましたけど、まあこれあの赤黒なんですけど、こちらのジャケットのね特徴をねいろいろ話していきたいなと思います。ではまずですね、こちらのジャケットの特徴って何かっていうと、この赤黒のねバッファロージャケットのカラーなんですよ。バッファローチェックってね何なんですかっていうとね、これ赤と黒ってえらい目立ちません？めちゃくちゃ目立つやないかってなるんですけど、なんでこれ目立つかっていうと、漁師とかでこうバッファローをねこう買ってる人おるじゃないですか。バンバンバンって銃とかで撃ってるでしょ。でその時に誤報しないように間違えて、あ牛やとか、あなんかイノシシやと思ってバーンって撃ったりした人やったって言ったら、あのゲームオーバーとかで終わりませんよね。そんなことじゃ笑われへんので、ちゃんとこれ分かりやすいようにっていうことで赤黒にして、目立ってたらお互い仲間を撃つことはないよねっていうことが1850年、今から約170年前にできたこれがカラーリング、それがバッファローチェックということになってるらしいんですね。だからもともとは赤黒から始まったけど、今となってはねその白黒とか緑と黒とかいっぱいあるらしいんですけど、まあ、そういったところがまあ全然特徴的だ。だから元祖のチェックシャツなんだと、元祖のカラーリングなんだっていうふうに思えていただいて、で次にはね、最初も言ったんですけど中にねダウンが配合されてるんですよ。だからこれパッと見たら中綿かなと思うんやけども、中綿ではなくダウンだから、保温力はねやっぱり中綿とダウンって比べるとダウンの方がいいんですよ。でダウンって言ったら天然の綿で、中綿っていうと人工で作り出した綿っていうことなんで、人工のやつの方がまあいいこともありますよ。それは水に濡れても大丈夫とかってあるんやけども、天然の方が保温力は高いんですよね。だからちょっとしか綿入ってないやん、それやったらもう綿入ったとも言わへんよっていう人もいてるかもしれんけども、いやいやこれ天然の綿入れてんねんでと、それを分かった上で言ってるんかってなってきたらですね、まあ、確かにそうやなと。なんなら保温力も意外になさそうやけどあるかもしれんなっていう風になるじゃないですか。でその次にさらに外側がこれ素材がウールなんですね。だからウールっていうことはこれ一着だけでも保温力あんのに、さらに中綿が採用されておりますので、そういったところではより保温力が普通のシャツとかに比べるとあるんじゃないでしょうかということがね、こちらのジャケットの特徴ということになっております。あとは大した特徴はございません。元祖の、ジャケットでそこにインナーにダウンが入ってる、まあそれぐらいなんですけどもね。まあちょっと人と違う人とかいいかもしれないですね。人と違うような感じ、こういうチェックってあんま最近見えへんから、ちょっと人と違う感じで着こなしたりとかね、人と違う感じの雰囲気にしたいっていう方はいいんかなというふうには思うんですけど、僕もこんだけ服あってチェックのやつってこれが初めてなんですよね。だからそれぐらいあんまり少ないんでね、人と被りたくないっていう方はいいかもしれないんですけども。ではね、次はね価格いきましょう。値段が5万3000円の消費税なんで5万8300円ということでやっておるようです。まあポジション的にはね、個人的にはアトムとあんまり変わらへんくて、アトムって大体3万円台、まあ4万1000円ぐらいで買えるんで、それ考えるとアトムはもう完全にこれスポーツっぽいじゃないですか、私服っぽくはないから、まあそれ考えたら私服っぽい感じでこれやねんけども、少しまあウールとか使ってるからその分割高になってるんかなっていう印象はあるんですけどね。そんな感じになっております。では次デメリットとは言いながら、もうパッと見てね、うわこれめっちゃいいやんとかっこいいやん、これも買ってみようかなと思う人もいてるかもしれんけど、デメリットね、どういうデメリットがあるんかっていうと、まず一つとしてはもうとにかく取り扱いが難しい。あの外にウール使っても中にダウン使ってるでしょ、めちゃくちゃ難しいから、そんな取り扱いできひんから、もうクリーニングしか無理。もうな外にウール使ってる時点でもう家でできないんで、汚れるたびにクリーニングをこう出していかなあかんっていうところがあるので、もしかしたらね白黒選びはる方は
首のとこの汚れとかが目立つ可能性があるので、汚れあんまり目立ちたくないなっていう方はね、黒と赤を選ばれた方がいいかもしれません。ちなみに僕が買いに行った阪急のウールリッチさんのところではですね、めちゃくちゃ綺麗な店員さんがいてました。で、僕その綺麗な店員さんに接客してたんでね、すいません僕今年出会ったので一番綺麗な方やなと思いましたって言ってね、あほんまですかなんて言ってたんですけど、もうぜひ会いたかったら行ってみてくださいということで、そんな話をしておきました。でそれ以外のデメリットとしては、めちゃくちゃあったかいかって言われたらそんなことはないです。っていうのもやっぱり前はね、別にジップとかになってるわけじゃなくて、全部そのスナップボタンでパチンって止めるタイプなんですよ。だからやっぱ隙間から風は入ってくるかもしれないんで、外で着るものではないと思います。真冬にビュービュー風吹いてる中でこうやって着てたら多分全然風入ってきて寒いと思うんで、こう移動の時とかはいいかもしれないですよね。電車移動とかでちょっと外ポッて出たりとかホーム出たりするぐらいで、そんなにずっと外におるわけじゃないっていう。ただ室内にも行ったりとか車内に入ったりしたら暑くなったりするじゃないですか、まあ、そういう時とかいいかもしれないし、それがね飛行機とかもね、戻ってしまえばもう別にそんな寒ないしってなってきたりするんで、まあそういう方にはねいいかもしれないんですけど、外でこれ一枚はね相当寒いと思うんで、まああくまでも中間着もしくは移動着、車の中でもこれやったら運転できるっていうところの立ち位置かなというふうに思います。ではね、おすすめの人、まあ今までサクッとおすすめの人言うたんやけども、どんな方におすすめなんですかっていうと、これねダウンの配合がね 90% と 10% なんですよ。 90% が綿になってて 10% が羽になってるんですよね。だからダウンでよくあるあの綿が抜けてくるっていう現象が比較的少ないと思います。でもちろんゼロっていうことではないんやけども、そのダウンの配合ってね、やっぱり安いものにとかになってきたら、やっぱり 70-30 とか、だから 30% も羽があったら羽の割合が多くなってくるんで、やっぱ突き破ってくるんですよ。でそれがね 80-20 とかでもやっぱりまあそこそこ突き破ってくるんやけども、 90-10 ってなってきたら結構突き破ってくるの少ないんですよね。だからまあそういうところでは、例えばこの中に今日白のシャツですけど黒のシャツとか着ててもあんまりそんな綿が出てくることがないんでね、そういうところはいいんかなと思う。ほんまシャツ感覚で着れるやけど、シャツより全然あったかいっていうところで、立ち位置になってるんじゃないかなと思います。そしてそれ以外にもね、やっぱりさっきも言ったけど、やっぱり人と違う感じがいいですよね。もうこのスタイル見てくださいよ。僕めちゃくちゃ好きやからね、木村拓哉さんのプライド何回見たか分からへんっていうぐらいめちゃくちゃ見てるんですよ。ほんまに30回以上は見てると思うんですけどね。それぐらい見てたら、このスタイル、黒パン、白シャツでチェックシャツ、上だけ締める、それも完全に丸々やないかいって言ったら、もう丸々は分かりますよね。だけどまあそれぐらい、あん時の木村拓哉さんってもう完成されてるじゃないですか。だからそれをね、今やるっていうのも一つ新しいかなっていうことでね。おそらくこれは定番のやつなんで、またずっと出てるとは思うんですけどね。あ、ここにもポケットあった。こっちにもポケットありましたね。胸ポケットがこのボタン付きで2箇所と、あとこの両脇のところもね、ボタン付きでポケットがありますので、ここに2箇所計4箇所かあって、内側ないですね。内側ないということで、計4箇所のポケットがあるようなシャツになってたということなんで、今回は、ウールリッチのアスカランウールチェックオーバーシャツを紹介してみたということになってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。